じゃあ二人でやろうか。これでいい。これで満足するべきなんだ。ずるい、ずるいよ浅村くん。親父と亜希子さんは俺たちに仲良くしてほしいと願っているはずだ。お母さんの大変さを思いやってくれたことが純粋に嬉しかった。だからこの気持ちは抑えなくちゃ、蓋をして閉じ込めなくちゃいけない。せっかく気持ちを消そうとしてたのに、こんな些細なことで心が揺さぶられる。もう他人じゃない。浅村君は義理の兄、綾瀬さんは義理の妹、家族なのだから。